どうも、あきらです。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりにですね、またレコードを買ってきましたので、ご紹介していこうと思います。サムネにもあったようにですね、物集めさん行ってきまして、そこで買ってきました。物集め店長の正代さんはですね、僕の高校の後輩なんですよね。本当に最近知ったことだったんですけど、びっくりしました。本当にね。あと、これもね、佐藤、まひろさんともう一人3人で、動画を撮ってきたので、近々アップしようと思ってますから、よろしくお願いします。で、3枚今回買ってきました。はい。まず1つ目、ボズキャックスのマイタイムというアルバムですね。1972年のアルバムでしたかね。シルクディグリーズの前に出てたアルバムですね。その前からね、ボズは結構いい感じの音楽をやっていたんだなという感じです。これは500円だったかな。はい。とですね、はい。ポール・デイビスの、I Go Crazy。これは放題ですね。多分、Singer of Songs, Teller of テイルズっていうタイトルなのかな、これね。ちょっとね、ポール・デイビスも最近やっと聞き始めてたんですけども、これもね、すごくいいですよ、ってことで、将来さんにお勧めされて買ってみました。はい、なんとなくクリスタルって映画をね、やっぱちょっと見てみたいですよね。これは800円だったかな。で、最後もう一つです。プリンスですね。はい。厳密に言ったら、プリンス&ザ・レボリューションのアルバムなのかな、これね。はい。アランド・ザ・ワールドというアルバムですね。はい。それで、パープルレインの次にリリースされたアルバムですね。一応、サブスクでは何回も結構聴いてるアルバムなんですけどね。結構ね、パープルレインからまた、冷めたことするんだねっていう感じのアルバムでした。US 版で1500円でしたね。プリンスもね、やっぱりいろいろ買っていきたいんですけど、なかなか見つからないんですよね。はい、先日の貴公子とかも買いたいんですけどね。はい、今回はそんな感じでした。最近ちょっと忙しくてあんまりレコードを買いに行けてないんですけども、動画作ったりとか、レコーディングの準備したりとか、いろいろあるんですけども、またね、その来週ぐらいにちょっとまだ一つレコードはいけそうだなってのがあるので、多分買ってきますから、ご報告しますね。はい、それではご視聴ありがとうございました。これからそう